キム・ダミは、韓国の女優。両親が共働きだった関係で幼少期から、留守番中に多くの映画やドラマを見て育つ。自然と俳優への夢を持つようになったが、本格的に目指し始めたのは、高校在学中で、2年次から演技塾に通い、大学に入ってから演劇の勉強を始めた。ニ川大学校講演芸術学科で舞台演劇を学ぶ傍ら、 アパレルブランドのフィッティングモデルなどを経験し、大学3年時には、マリオネット私が殺された日で、主演のイ・ユヨンの高校生時代を演じた。大学4年時に、履歴書を携えて、芸能事務所巡りをしていた際に受けた、映画、ザ・ウィッチ・マジョのオーディションで1500倍の倍率を勝ち抜き、俳優として歩み始めて、最初の仕事が319万人を動員する、ヒット映画の主演という、 稀な幸運をつかんだ。各映画祭の新人賞を総なめにした魔女の役柄と相まって韓国では怪物新人と呼ばれ女優の人材不足が嘆かれていたただたけに突如現れた新生として熱烈に歓迎されている。長く俳優を続けたいので作品選びは急がないという本人の意向もあり、 ザ・ウィッチ・魔女で加熱した注目度とは裏腹に2年間近く CF 以外の演技活動を行わなかったが2019年にパクソ・ジュンとの共演で TV ドラマイテウォンクラスの主演を務めることが発表された主演映画で脚光を浴びてから長い空白を経ての初ドラマでいきなりメインヒロインに抜擢されたことで より大衆性の強い TV ドラマでの訴求力が試される作品となったが2020年1月31日から放送がスタートするとほとんど登場シーンがなかった放送第1週2話目までは5%台と静かな滑り出しだった視聴率が第2週3話目以降の登場シーン増加に高応するように上がり続け最終話では16.5%を記録したこれは JTBC 史上2番目、韓国ケーブル TV 史上6番目に高い数値であり、新人俳優としては、初主演した映画、TV ドラマともに、破格のスタートを切ることとなった。また SNS 仕様に関しては、消極的で、ザ・ウィッチ・魔女で話題をさらって、以降、公式 SNS アカウントが存在しない状態が、続いていたが、イテウォンで演じた、ヤクチョイソウが、 インフルエンサーだったことが契機となり、役作りの一環として2020年1月にインスタグラムアカウントを開設。ドラマ放送時にが韓国内におけるトレンドワードで主位になるほど広く話題に上った結果、せずして最終週の放送直前にフォロワー数が劇中設定と同数の76.5万人に到達。放送終了2日後には100万人を突破した。 ありがとうございます。